はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、白血病やがんになってからね、入院してですね、抗がん剤やね、骨髄移植をするとね、体に副作用が起きます。そうするとね、どうしてもね、内臓にね、悪い影響がね、出るんですよ。でそうなるとですね、主にですね、自覚症状を覚えるのが胃や腸なんですけども、それらをね、健康的にしようと思えば薬を飲みます。でそれらを抑えるために、その薬を飲むことで、ね、症状が穏やかになっていくんですけども、穏やかになってきたとはいえですね、しばらくズル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 とね、少しではありますが症状が、ね、続くんです。でもね、退院する頃にはですね、もう症状がピタッとね、とやみましたけどもね、完全に復活したとは言えません。長い年月をかけてね、病気をする前の体をね、取り戻さなくてはいけないんですけども、いつ完全に戻るかはね、ほんとわからないんです。それを確認するためには、腸の場合ならね、便によってね、確認することができます。それともう一つあるんですよ。それはね、おならです。実はここ最近ですね、そんなおならの回数がね、非常に多くてね、悩んでいました。どんな悩みやねんって感じなんですけども、これはね、腸が正常に働いてるからこそおならが出るんですけども、それにしてもね、その回数がね、めっちゃ多かったんですよ。よく言われるのはね、その飲食の時にですよ、空気を一緒に飲み込んでるからやとね、いうのがね、多くの方がね、唱えられていらっしゃいますけども、ね、飲食の時にね、その空気を一緒に飲み込んでるようなね、自覚症状はね、あんまりね、なかったんですよね。でもしかしね、あることをすればね、おならの回数が少なくなるという情報を見つけました。それはね、あるものを一度中断してみると、で食べる量を減らしてみるということなんですよ。そしてそのね、ある食べ物というのはですね、何かと言いますとね、なんとね、僕の大好きなね、納豆やったんですよ。もう悔しい、非常に悔しい。大好きな納豆をね、中断してみるとかね、その量を控えるなんてね、考えただけでもね、もう悲しくなってくるんですよ。でそれはね、何でもね、食べ過ぎは良くないんですけども、そこまでの量をね、食べてた気はないし、多くてもせいぜいね、1日3パックぐらいな程度なんですよ。平均しても毎日1、2パックぐらいかな、それぐらいに届いてましたし、でもね、確かにね、納豆がね、解禁になってからというものね、その、解禁というのはその、免疫抑制剤じゃないわ、骨髄移植してから、体にそのね、内臓とかにもその障害が出るんで、発酵食品とか生物なんかもちろんなんですけども、ダメよってされてたんですよ。食べたらあかんよってされてたんです。でもそれがね、こう徐々にね、体の状態が良くなるにつれて、いろんなものが食事制限というのがこう解除されていくのがあるんですよ。でその中でやっとその納豆が解禁っていう風になってからというものを、食べ出したら、おならの回数が多いかななんてね、思ったりします。そこでね、思い切ってね、中断してみたんですよ。もうね、2週間以上はね、食べてません。そしたらね、ピタッとね、やみました。でもその一切出なくなったというわけじゃなくて、出ることは出ますよ。それは普通に考えてね、そのトイレで代をするときは出るし、それ以外でも出ますけど、でも明らかにその回数はね、いつもの、これまでのね、5分の1くらいには、減ってます。その1回に出る量っていうんですかね、タイムっていうんですか、メロディーでも奏でるんかっていうくらいのね、秒数もね、出したこともあるんですけども、でも今はね、その瞬発的な破壊力のないのが出るようになりました。だからってね、その腸の環境が悪いのとか、便秘なのかって言われても、そうではありません。普通に出ております。便の回数は変わりませんし、むしろね、快便ですよ。ただおならっていうのの回数が減っただけなんです。それもこれもね、納豆を中断しただけなんですよ。でもこれはね、試験的にしてるだけなんで、僕の気が済んだら納豆は再開する予定です。和の発酵食品ですので体にいいんですよ。納豆の良さというのはね、これまでもね、過去の動画でもね、お話させてもらってきてましたし、で今日もこの後にね、説明させてもらいます。そしてね、今回はね、そのおならの匂いについてのお話をするんですけども、その最近はね、その回数が減ってるので、そこまで臭いと感じてはいませんでしたけど、書く回数がね、少なくなったので、そこまで臭いなって思って
ってことはないんですけども、回数が多い時は奥さんからもね、苦情が出ることがねありましてね。でも洗って臭いもんじゃないですか。臭いもんですよね。今まで生きてきてね、無臭のおならに出会ったことはありません。大体そのほとんどの人のおならって臭いと思うんですよ。だからそのこの度ね、おならの匂いについてね、少し調べました。おならやね、便の匂いの元っていうのはね、食物がね、分解された時に発生するね、匂いの物質なんですよ。匂い物質っていうのがあるんですよ。でその炭水化物などは主にね、善玉菌によって分解されて匂いの少ないガスを作ります。で一方、動物性タンパク質や脂肪っていうのは悪玉菌によって分解されて悪臭の原因となる匂い物質っていうのを発生させてしまいます。そしてね、その強烈に臭いおならやね、便っていうのはですね、腸管循環っていうのがあるんですよ。それのね、不調の証なんですよ。おならやね、便はね、臭いという認識はね、間違いではありません。ただし、その悪臭と言わざるを得ない強い匂いには要注意なんですよ。なぜならね、その悪臭が強いほど、その腸内環境が悪い可能性が高いと言えるからです。で、おならやね、その便の匂いの元っていうのは、腸管内でのね、腸の中でのね、食物が分解された時に発生する匂い物質なんですよ。ガスなんですよね。炭水化物などはですね、その主に善玉菌によって分解されて、二酸化炭素やメタンといった匂いの少ないガスを作ります。一方で動物性タンパク質や脂肪っていうのは悪玉菌によって分解されてアンモニア、インドール、スカトールなどの物質を発生します。これが悪臭の原因となる匂い物質なんです。これらの匂い物質の大部分っていうのは肝臓に送られて分解されることによって無臭化されます。例えばね、アンモニアなら尿素に合成されて、無臭化されてから尿として排出されます。といった流れなんですよ。で、この際にですね、無臭化されなかった匂い物質は再び腸に戻ります。そしてその大半はまだ肝臓に送られて、再び無臭化されるんです。このようにですね、腸と肝臓の間を物質がこう循環するシステムをね、腸管循環と言います。この腸管循環で移動している物質の一部がですね、おならや便としてね、排出されます。腸管循環が正常に働いていればですね、排出されたおならや便がね、強烈に臭いといったことはありません。ところがですね、腸管循環のね、機能がね、弱まってしまうと、腸内で発生した匂い物質のね、無臭化処理がね、追いつかずにですね、おならやね、便の匂いにね、影響が出てしまいます。加えて言うとですね、そのおならや便のみならずですね、口臭とかね、体臭といった日常生活を送る上で気になる部分にも影響が出てくるんです。特にね、便秘の人はね、注意が必要です。なぜならね、便がね、長期にわたってね、腸内に留まるとですね、悪玉菌に分解されて腐敗した臭い物質がね、大量発生するからなんですよ。ここでね、腸のね、善玉菌をね、増やしてね、腸内環境をね、大改善する方法があるんですよ。以前の動画ではね、オリゴ糖がね、そのままね、生きたまま腸に届くっていう風な話をしたんですけどね、オリゴ糖も大事なんですけども、今回はですね、その対策としておすすめするのが、メカブ納豆なんです。お腹の張りのね、原因がね、便秘にある場合にはですね、メカブ納豆を日々の生活に取り入れることでね、その改善がね、大いに期待できます。なぜなら、メカブと納豆っていうのはですね、どちらもね、便秘改善にね、効果的なね、食材だからなんですよ。まず、メカブにはですね、フコダインやね、アルギン酸といったね、ヌルヌル成分がね、豊富に含まれています。これがね、腸内をね、潤してくれてね、便を柔らかくしてくれて、便通を良くします。一方、こっちの納豆っていうのはですね、水に溶けない不溶性のね、食物繊維とね、水に溶ける水溶性の食物繊維がね、こう、バランスよくね、含まれている食品なんです。なので、その不溶性の食物繊維は腸の働きを促進してくれて、水溶性の食物繊維は便通をね、良くする働きがあります。またね、メカブと納豆っていうのはどちらもね、腸内の善玉菌を増やす働きがあります。便秘を改善するだけでなくですね、その腸内環境の改善に大きく役立つのがメカブ納豆の大きな特徴だと言えるでしょう。ちなみにね、メカブ納豆っていうのは低カロリーでね、かつね、代謝を高めてくれるミネラルが豊富です。さらに脂肪を燃えやすくしてくれる働きもあるためにですね、ダイエットにもおすすめです。実際にね、メカブ納豆で痩せたっていう人はね、たくさんいらっしゃいます。そんなメカブ納豆の食べ方なんですけどもね、市販のね、メカブと納豆ね、1バッグずつで混ぜ合わせるだけでね、OK なんです。食べるタイミングというのはね、いつ食べても結構なんですけどもね、ダイエット効果を望むのであれば、夕食の最初に食べるのがおすすめです。
自分のおならやね、便の匂いがね、気になる方はね、ぜひね、試してみてください。まあ、僕はね、今は納豆をね、中断してますので、メカブ単品で攻めてみようかなと考えています。まあ、これでね、その匂いが臭くなくなったらね、奥さんからのクレームが来なくなるし、また体にいい食材にチャレンジする機会ができたということでね、これはもうすごい一石二鳥ですよね。まあ、野菜中心の生活をしてるし、オリゴ糖も始めてるし、メカブも始めたらね、僕の腸がね、光り輝くかもしれません。まあ、頑張っています。まあ、そんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。